台所を預かる人、それは家族の幸せを守る人。いやー、かまどのある台所ね、美味しそうですね。ご飯がふっくらしてね、 あの3世代がね、小さなちゃぶ台挟んでみんなで食べてる姿っていうのはもう本当に理想の家族像っていう感じもするもんな。だから台所によってかわいそうとか幸せあると思いました、お湯沸かすだけはやっぱりかわいそうだけど、そのお母さんからお嫁さんへって確実に何か伝わってく台所ってありますね。そうだね。だからあの台所にみんなが立って、その台所の充実が食卓にこうつながってくるというね、コトコトトントンっていう音がね、おじいちゃんの晩酌美味しそうだったもんな、まあそれに比べるとね、やっぱり単身赴任のこの台所はちょっと切ないものあったな。僕なんか料理できないからもう分かるんだ、あの気持ち。同じ時間同じものを食べてはいながら、奥様の愛情ですね。そうだね。だからあのね、ふるさとのお母さんが本当に手間暇かけて料理を送ってくる、あれは結局家族の愛のもう絆になってるというね。まさしく台所っていうのはね、幸せを測るバロメーターって気がしましたね。来週のそこが知りたいは、良い酒、良い人、良い魚を求めて東京の居酒屋さんを探訪。もう居心地のいい店がなくなったとは言わせない。喜んでお客様のために。